皆さんこんにちは。今回は東京都小金井市の武蔵小金井駅周辺をご紹介します。おしゃれな商業施設、普段使いができる商店街、昭和の雰囲気が残る歓楽街、そして豊かな自然、すべてが程よく揃っている町小金井市。今回の動画では再開発で生まれ変わった武蔵小金井駅の南側、昔ながらの商店街が広がる駅の北側、そして小金井市の豊かな自然環境をご紹介させていただきます。それでは駅の南口から見てみたいと思います。僕は25年ほど前、車でこの辺りを通ったことがあるのですが、当時は道幅の狭い市道や空き地にできている駐車場など、原野に近い風景が広がっていたと記憶しています。それが2020年に行われた再開発によって、今ではご覧のような綺麗な街並みに変わっています。車を運転する方にとって悩みの種だった小金井街道の開かずの踏切も、2009年に行われた中央線の高架化工事によってご覧のように解消されました。駅前の交通広場です。昔はタクシー乗り場しかない狭い場所だったのですが、再開発で9倍の広さになり、今ではバスも乗り入れができるようになりました。それでは再開発によって生まれた商業施設をご紹介していきます。こちらは小金井市公会堂の跡地に2009年に開業したアクウェルモール。アクウェルとは湧水の町小金井市を象徴する水と井戸を合わせた造語で、駅前のタウンネーミングとしても使われています。ところで駅の北側の古い商業施設や商店街には名前にムサコをつけているところもあるのですが、南口の新しい施設ではムサコは使われていません。武蔵小杉のタワマンが2019年の台風で大打撃を受け、ムサコブランドがイメージダウンしたため、それ以降武蔵小金井ではムサコを使わなくなったと言われています。続いてアクウェルの隣にあるソコラ武蔵小金井クロスへ行ってみます。この周辺は武蔵小金井シティクロスと呼ばれる駅前開発の第二地区で、その中で核となっているのが複合商業施設のソコラです。この商業施設の建物は国分寺街線をイメージして作られているそうです。スーパーマーケットをはじめ、ファッション、ドラッグストア、カフェなどの専門店、また郵便局やクリニックも入っているソコラ武蔵小金井。以前はムサコ SC という名前で営業していたそうです。シティクロスにそびえるプラウドタワーは小金井市内で最も高層のマンションらしいです。シティクロスの南側にちょっとレトロな雰囲気の商店街がありました。昭和49年に建設されたマンションの1、2階に連なるシャトー小金井商店街です。レトロと言いましたが、よく見ると築50年の建物ですので、かなり老朽化していました。恐る恐るマンションの1階に連なっていた商店街へ入ってみました。マンション直結の商店街です。
入り口にあった居酒屋さん以外何屋さんなのかよくわからない店舗が連なっている、ちょっと怪しげな雰囲気でしたが、僕はこんな場所は大好きです。シャトー小金井商店街から歩いて5分ほどの場所に小金井の水が湧くという六地蔵があります。場所が少し分かりづらいのですが、前原坂上の交差点のすぐ近くです。会員になるとこの水が汲めるそうですが、井戸の近くには名水で沸かしたコーヒーを提供しているお店もありました。それでは一旦駅前まで戻り、南口にある商店街をもう一つご紹介します。こちらは中央線と並行するように伸びている蛇の目通り商店街です。蛇の目といっても若い人にはピンとこないかもしれませんが、日本で初めて家庭用のミシンを製造した偉大なメーカーです。この先には以前蛇の目ミシンの工場があり、工場に勤める方の息抜きのためにこの通りには飲み屋さんが連なりました。工場はすでに移転してしまいましたので、当時と比べると寂れてしまった印象かもしれませんが、道幅が狭く車も入ってこない蛇の目商店街は今も雰囲気がとても良い飲み屋街だと思いました。それでは今度は駅の北側に行ってみます。北側はまだ再開発が行われていないため、南口のような大型の商業施設や高層マンションは見かけません。それでは商店街を歩きながら東京学芸大学まで行ってみたいと思います。こちらは狭い路地に飲食店が軒を連ねている武蔵小金井駅前商店街、武蔵一番街とも呼ばれています。北口にはこのような商店街がいくつもあるのですが、玉川上水の小金井桜を見物に来る人たちのためにこの周辺にお店が集まったのがルーツらしいです。こちらは飲み屋さんが集まっている小金井北口中通り商店街。南口には夜の繁華街といえるような場所はありませんでしたが、古くからのお店が残っている北口にはこのような繁華街が今も健在です。こちらは40店舗のお店が軒を連ねている欅通り商店街。駅前の商店街と比べるとどこか寂しい雰囲気だったのですが、店主の高齢化ですでに店じまいをしたお店が多いそうです。実際シャッターが降りているお店が多く、またお店の跡地と思われる場所が駐車場や住宅地になっているところもありました。こちらは生鮮品や食料品など地元の人が普段使いするお店が並ぶ京王通り商店街。沿道になんじゃもんじゃが植栽されているため別名なんじゃもんじゃ商店街とも言われています。この日は訪問した時間帯が良くなかったのか閑散としていましたが、平日の夕方は買い物客でにぎわうのだと思います。京王通り商店街の交差点をまっすぐ進んでいくと学芸大学なのですが、その前に交差点を右折して昭和のビッグニュースになった現場に立ち寄ります。右手に見える団地は昭和36年に竣工した小金井本町団地です。
昭和43年に発生した3億円事件を覚えている方もいらっしゃると思います。事件から4ヶ月後、3億円が入っていたジュラルミンケースを載せたトヨタカローラがこの団地の駐車場で発見され、当時テレビでよくこの団地の映像が流れたと思います。小金井本町団地は建設されてから60年以上経過していますので、家賃は 2K で4万円台と格安です。東京学芸大学が見えてきました。学芸大学は日本の教員養成の中枢をなす国立大学です。それにしてもキャンパスが広く、こちらの正門にたどり着くまで一苦労しました。この日は日曜日でしたので閑散としていましたが、平日は多くの学生が行き交っていると思います。学芸大学の周辺には瀟洒な住宅街が広がっていました。郊外の一流大学の周辺には必ずと言ってよいほど高級住宅街があります。さてここからは小金井の観光名所をご紹介したいと思います。こちらは江戸時代から昭和初期まで花見客でにぎわった小金井橋です。五日市街道沿いを流れている玉川上水の両岸には、江戸幕府の新田開発の一環として山桜が植樹されました。山桜はいつしか小金井桜と呼ばれるようになり、今も3月下旬になると薄紅色の花が私たちの目を楽しませてくれます。こちらは小金井街道沿いにある刷毛の道の入り口です。武蔵小金井駅の南側から野川の間には15メートルほどの高低差がある崖の斜面になっていて、その崖のことを武蔵野地方の方言で刷毛と言います。自然林と湧水群、風情ある坂道や階段など、刷毛の道はお散歩や自然散策におすすめの場所です。こちらは湧き水の池がある美術の森緑地。小金に値する豊かな水が湧き出ることから名付けられた小金井には、水と関係の深いスポットが何箇所もあります。こちらの急な階段は昔地元の農民が田畑に行くために利用していた道です。樹木に囲まれ、昼間でも薄暗いことから途中でムジナ、つまりタヌキに化かされると怖がられ、ムジナ坂と名付けられました。僕は坂の上まで行くのは断念しましたが、地元の人たちは生活道として普通に通行していました。目的地だった都立武蔵野公園に到着しました。川遊びができる野川やピクニックができる芝生広場、そしてバーベキュー場もある武蔵野公園は近隣の人たちの憩いの場所として利用されている大きな公園です。ここまで小金井市の魅力をご紹介してきましたが、最後に課題についても触れておきたいと思います。それは30代と4歳以下の子どもの転出者が多いことです。つまり子育て世代の在住期間が短く、転入してきても短期間で市外へ出て行ってしまうのです。市の調査によると小金井市に最近
引っ越してきた人の多くは通勤通学の利便性と家賃の安さに魅力を感じてやってきているのですが、実際に住んでみると子育て環境や仕事のしやすさに不満を抱え転居してしまう人が多いそうです。駅前の再開発事業と合わせて今後は子どもの教育支援や子育てをしながら仕事ができる環境整備など子育て世代に魅力ある街づくりも必要になってくると思います。ご視聴ありがとうございました。